ということで、今週もやってまいりました。先週は休みでしたけども、金曜日の定例配信会始めたいと思います。よろしくお願いいたします。本日も、いつも通り9時過ぎ頃から式の細見し始めていきたいと思いますので、それまでは持ち合いの様子お楽しみください。では、失礼いたします。ご一どうぞ。
Fight!
はい。
Thank you.
Round 2, fight!
Round 1, fight!
してたりする。そうですね。声だけ取って、声と。全部入ってるんですよ。え？その会話全部入ってる。始まってた？はい、3月16日、2018年3月16日、四季の細道ですね。第367回です。はい、はい、どうも。さあ、青葉エスケと、茶丸チューキーですね。青葉さんのエスケは、だいぶ、いやー、青葉エスケって、てかまあ、普通に強いんですよ。メインキャラはまあログなんですけれども、エスケンもよく使われていて、このエスケンがですね、なか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 な感じなんですよ。そう、本当にね、いやでも強いんですよ。多分強かったですね、エスケンの方。強いですよね。お茶丸さんが手出して、もう投げる。あ、今投げして。あ、今のは。いやー、あそこの対象客当たった。まあ、ちょっと遠かったですね。青葉さんが、勝ちました。次が、ネロさんですね。Sケンのコンボすごい減りますからね。そうですね。すごい。情熱もさらに情熱。情熱、しかも情熱。ね、スーパー情熱。ガエルが。Sケンガエル。まあでも、だいぶ大きくなっている感じはありますね。ああ、今の立ち掛けうまいっすね。あ、見えたんですね。かなり手慣れてる、やっぱりSKっていう感じですね。今日の、第67回SKモスミチは19人。19人。ガエルはですね、やっぱりソニックで、この飛ぶタイミング的には、竜と違って、一見速いっすね。その分怖いっすよね。絶対、そうっすね。飛んじゃダメっていう。絶対飛んじゃダメっす。遠くに行っても、大勝利当たっちゃうんで、本当にこれはもう、前取りするよ。あー、これですね。カードがある。この大勝利。でかいっすね。4年。あー、そう、中足も。あー、しかし今のいいですね、この投げ。中足も怖いですね。ゆっくり立ちまくった。いいね、怖いですね。怖いっすね。で、一歩、今下がった。あ、しかし、もう下がったんすかね、このゴリゲルは。さあ、カドウソニック、カドウソニック、そこで。しかし、あー、いいよ、あそこ今、いい。さあ、すごい。ああ、今、受け方が来ましたね。そこを先読んで、バチ巻き。これ、シュキック。もう、波動情熱ですな、もうね。急いで。あ、今のエリッパパイ。きちいな、でも。ああ、間に合っちゃう。間に合うんです。ね、青葉さんがこれで、二人抜きで。次が、小江門さんですね。剣は強いなぁ。さあ、小右衛門さんがヘイロンですね。負けたら文鎮。負けたら文鎮ってなんすかね。よくわかんない。文鎮さんのカラーですね、この水着。文鎮さんはもうこのカラーじゃないですか。緑色になってますよ。今のはちょっと惜しかったですね。いい感じに、あ、でもあれ繋がるんですかね。
返すことができるのか。わーすごい、あれ当たっちゃいますよね。終わる。あー勝ってました、大まかりに。それでコエモンさんが一人抜きで、次がロードさん。アボさん3人抜きだろ、2人3人抜きですね。3人抜きね、うん、ここがロードさん。ロード選手、ロードさん、ロードさんは、ロード選手、ロードさんは、ロード選手他のゲームに興じていました。あ、これはカナダカップカナダカップそうっすね、エッサガトフェイロンがこのカードはもうカナダカップをカナダカップカナダカップ対決か。セロさんが先ほどすごいアドバイスをしていたので、さあこれロード選手終わったと言ってますか。お、ナイスカード、ナイスカード。さあこれ、おっとやばい、これだけで終わってしまうナイスガードか。体コンボだけで死んでしまいました。やばい、これは始まってる。お、投げた、一気に大逆転。あー出したくない、うわやってしまいました。それやってるからと次がレグネさんですね。カナダでやってるからと。さあ次がウネさんですね。ウネさんが文春さんなんだと思ってた。さあ文春さんが気持ちが盛り上がってるか。今、そのやってたかった。あしかし、容赦がない。まだいますよ、まだ。あー、ぼちぼちないな。早い、そう、勝負が早いですね。上級者相手は、あんまり見せられない。次がペコさんですね。ペコさんは、あ、そうか、ペコさん S 剣なんですよね。そうそう、うん、ペコさん、は X 剣でしたけど、XR3 は S 剣で出るという形で。やばい、これはやばい、はめられてきました。おお、大逆転、ここから当たる。これをどうする。ああ、取るよ。来た、封じ切っていくね。封じて、うわぁ、冷静ですね。恐ろしい、恐ろしい。完璧にバー支配してる。これは文人さんじゃないですよ。おぉ、やっべー、決まった。恐ろしい、圧倒的火力。いやエクスパーソンですね。一回刺さると即死ですね、本当に。あー、これは僕も一緒。これはエクスパーさんで言うとペクさん SK で初めて、これ注目ですね。ファイトバーサスでやってますよ。まあそうっすね、割とバーサスで見てますけど、勝率が高いか違うの。あー、そこの投げはあのエクスパーさんっていうのですけど、私だとこう勝負つなげる、勝負つなげる、この投げで
イパンチが、ビスターさんの、しかし、これはさすがに、圧倒的体力差っていうのがやっぱありますね。やっぱりその真空波動拳があるので、ダイヤシとこちらの熱の逆転の感じが本当に強かったんですけど、ね、投げる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 、あーしかし来た、ここが怖い、一生出したし、さあこれをお互いどういう頭でいくか、あーでもエクスパーさんが押し返しているので、あーしかし出さした、今の出させましたね、冷静にヒットコンボ重ねていく、さあ最終ラウンド、さあここの後ろに飛んで下がって波動拳、あーっと竜巻で逃げて、まあ投げ落としたのが当たらないか、あ飛んでしまう、さあここからデスパーさんが冒険反射的に飛んだ出すか、ピコさんが冷静に今前に出ないですね、動かない、飛びますからね、うん、飛びます、ね、あーしかしちゃんとピコさんガードしてる、大キック当てる、波動拳波動拳波動拳当てる、波動拳、さあこの攻防から残り20秒近くから、あー今踏み込みのちゃんとガードした、13秒、10秒、当てる、5秒、あー飛び切る、すごい、あー怖い、あー危ない、まあ、今の危なかった、すーごい危なかった、まあでも体力見てもまあエスケンだったんじゃないですかね、そうですよね、ダブル昇竜拳、ダブル昇竜拳、ダブルドラゴン、ダブルドラゴン、次はフルダブルドラゴン、ダブル次は太郎さんですね、太郎さんのバロログと、ペコさんのエスケンですね、太郎さんはエスケンやってるんですかね、あバロログのみだと思われますよ、ね、えバロログのみかなと思われますけど、どうなんですかね、太郎さんはバロログメインです ね、あんまり他のキャラ見たことない、しかし これはまずい、うお落ちた、あれも投げる、やばい、あーピオル減るな、すげー、これがもうエスケンだと言わんばかりのペコさんの、さあここからヒデさん、草さん、セロテープさん、アニさんと続く、これをペコさんがどう崩していくかが注目ですね、それとも王者のヒデさんが、王者のヒデさんがこんばんは逆に切り抜けていくのか、さあクラゲと波動で、うわお前クラゲ当てる、ペシペシペシー、あー素晴らしい、おーマジっすねこれ、やばいな、いやーしっかり落としていく全部なんか全部強いっすね、チュンリーってヒデさん本当強いっすね、しかしおお一気に近づいた、さあ画面端投げる、とりあえず出してみる、あ、やばい、ここか、ここしかないのか、残り10、ここしかないのか、あーあー危ない、ダメだったか、ヒデさんが冷静に見て一人抜きしました、でここで次にあれこれはチュンリー、チュンリー、草さんがチュンリーですね、さあさあその次に出るセロさんが弱い方頑張れと、あおってですか、もうどっちとも強いと思って、もう草さんのチュンリー VS ヒデのチュンリーですね、
うおお、差し返した。すごい。さすがにこれはこの体力をまくるのはどうですかね。これはきついんじゃないですかね。おお、とりあえず固めて。あるのか。あるー。すげー。サさんが投げていた。飛んで今のチュンリーの冒頭の飛びかなり上手いっす、ね、チュンリーチュンリーの試合はそうめったに見てないですけど、まあ、やっぱりねレベル高いっすね。すごいこの二人の戦いは。まあでも、ね、うわおーすごいおちゃってるな。追い打ちが激しいです、ね、さあファイナルラウンド。空中戦が激しい。おガード投げる。おっと、いやっ勝ったのは草チュンリー。あ、次は、スローテープさんですね、さあチュンリーとザンギという。あこれはこれはいやこれはまあロマンあふれる、まあ、あるロマンがありますよね。え？セロさんに頑張ってほしい。あーこれがチュンリーだと言わんばかりの、はい、戦略客。確かにカワシムさんっぽいですね。カワシムさん今日は来ないんですが、さあザンギはなんとか近づきたいんですけれども、これはたぶんきついですね。これこれきついな。いやーセロさん頑張れ。当たる、クラケが当たる。近づくことができない。あーゲゲマ、ゲゲマってうまいっすね。いやなんだこのゲームと、セロさんがなんだこのゲームここから逆転は十分ある。頑張れ。あーしかしこれはきついですよ。ラブラリのところゲダン当たってクサさんが勝ちました。次がアニさんですね。さあお次はアニガエルですね。兄さん、久々ですかね。兄さんは久々、まあ式に来るのは久々なんですって感じですね、確かに。もう今のリフト。しかし、このガエルはですね、立ち回りがえらく、なんだろう、管理の仕方がすごい上手いんですよ、前の管理の仕方が。うわっ！ああ、しかし投げる。あんな当て方もある。ああ、しかし今の刺さったのか。あのコンボかっこいいな。いいコパンの刻みでしたね。うわっ、リーチが投げ出して、うわっどうする、ガエルどうする、頑張れ。あー足が次がほぼ山本さんですね。山本さんの1キャラ目はチュンリー。おお、女同士の戦いが続きますね。
やーこれはやっぱ画面端きついですね。本当になんかたまたま打った後のやっぱその固めが本当にきつい。雨に濡れたくなかったら、あー確かに今結構降ってますからね。今日は絶対寒いっすよ。川島さん、バイクはやばいっす今日は。あーすごい。次俺か。草さん止まんないな。これで何立て？これ何立てだ？カウント一応4立て中ですね。はい、そうですね、4立て中。さあ、勝利流勝利さんはすごいなんか昇竜拳がかなり出るのでなかなか飛べないんです。あっとそこをねうまいとこ飛んでいかないといけない時もあるんで。まあそうですね、一つはそうですね、そういう。あっ画面端がね、やっぱおっうまいがちょっと真空出しちゃった。安かったか。第5ス、中5ス、中5ス、あんな中5スの使い方がある。第5スからの中5ス、しかもテンションかわしましたね。そうですね、ゴスゴスコンボきました。波動拳で、あっと両者ゲージが欲しいところですね。これはそうですね、お互いゲージ欲しいので、先に溜まったのはやっぱりチュンリー。そうですね、まあ、しかし龍も溜まったので、そうですね、後から溜まったが減らない、持ってる減らない、減る、減りましたね。もう Go to hell。 Go to、 おっとおっと、あ、だいぶハイセンスなダジャレを言ってマイクを置いた。 Go to のところで、ね、すごいですね、言うだけ言った感半端ないです。最後の声優がゴートゥーヘル、ゴートゥーヘルとかってめちゃくちゃですよね。とんでもねえ、とんでもない。もう最後怖かったですね、真空波動出しようと思っちゃう。どうしようかと思っちゃったところで、パッて投げちゃいましたね。でも名前迷っちゃうかな、難しいよなそれは。さあ次がスーさんの一人目 S 流ですね。スー S 流ですね。瞬時チュンリーはでも、まあ、リュウはでもだいぶ、まあ、僕わかんないですけど、あんま詳しくないクータイクも結構判定でかいから割と戦えるんですか。どうなの。あ、わかりますか。まあ、マユムラさんに聞いてみたのか。マユムラさん。しかしいいめくりだったが、しまいましたね。ナイスガード。怖い怖い怖い。しかしここからいくし、おお、何とか取り返して、間合いを取り戻していく。あー100列が当たった、波動で手を出しちゃいました。さあ昇竜拳当たる、おいしい。試合から飛んでいくか、ちゃんとしっかり落として、冷静、ナイス、今のバックジャンプは冷静。おー、さあここから、あーいけーっす、こんな気がしたんですけどね。おっと草純理勝利。続いてハテゴさん、ハテゴさんも中二戦結構得意と見てるんですけど、僕は。あ、いつの間に山本さんになってる。あ、山本です、こんばんは。あ、
どうも。どうも。調子はどうですか。調子はそうですね。インフル明けでやっと通常みたいな感じです、ね。あれインフルエンザだったんですか。内緒ですよ。知らなかった。さて、破天荒さん、純理性が得意な気がするんですけどね。な気がする。うん、うわ、投げた。真空アンドミアを吸い抜けた。しかし、真空を見てからか。いや、なんですかね、先読み入れてた感じですかね。入れた感じじゃないですかね。見てから、見てから。お、あれ見てからだったんですか。あれですね、飛び道具食らうと、デュレイかかるんで、画面が。あ、そう、うん、見てからでもいけるんですよ、確かに。なるほど。おっと、ガードして。ガードした。しかし、画面端厳しい。めくりが使ってしまった。あ、そうそう、チューチューつながるんですよ。チューチューはすごいですね。チューチュー、あのキックでもパンチでもチューチューがつながっちゃうんで、長いし減るし、はい、いいものだらけですね。そうですね、みんなでチュンリーやりましょう。チュンリー限定大会。そうですね。で、続いて青木サイクロンさん。青サイさんですね。これね、劇的にチュンリー有利なカードなんですけどね、多分ね。そうですね、全く僕分かってないですからね。でもやっぱりチュンリーの球がきついし、まあ機動力で絶対近づけないですからね。早いんですよね、ザンギとしては近づいてからが始まりですからね。そうですよ、まずスタート地点に立てないよね。この距離は、あ、そうなんですよ、うまいんですよ。しかしなんとか画面端に追い上げることができましたが、お、この距離はいけるか。いったスクリュー、あー、きっちり殺していった。今日初のスクリューですね。初スクリュー、久々見ます。ありましたね。あっと、本当にでもこれ残機のペースにしていかないと勝てないですからね。そうなんですよね。あー、こんだけ体力持ってかれましたが、あるのか。いっちゃった。どうする。あーあーっと、通常攻撃が首がバレていたようですね。草チュンリー勝利で、続いてともこれザさんですね。何連勝。8連勝。チュンリー強いよ。トモザバイソン、お、さあトモザさんのバイソン、グランド刺さってリバーサルの転生が大転生でしたね。大転生ですね。出していく、固めてどうする。おお、うわーっと、グランド200列、100列が厳しいっすね。何でも飛びますよね、あれ。何でもではないですけどね。うわ、どうかどうか。うお、そういうことですね。これ100列が3分の1ですからね、上中下ですよね。ああ、なるほど。だから上の方に来たら勝つのだ。だからあえてストレートを打ってる。ああ、なるほど。だからストレート入りました。テンション、おっと、危ない。入ってた。かあ、残り2ドットぐらい。これはどうする。厳しい。やはりクラゲ。続いて瀬尾さん。瀬尾さん、瀬尾さんは1キャラ目はチュンリー。いや、ベガ。いやいや、まずはベガで様子見です。様子
様子見っていうかよくわかんないんですけどね。瀬尾さんのベガはもう本当に恐ろしいですから。おお投げた、投げる投げる、うわ当たる画面外で当たってましたね今。そうですね、かなり高いですね標高が。おお、ピヨッタ来ました。めくりからのコンボでピヨッタ、黄金のベガが輝いてますか。輝いてますね。おお久しぶりそういえばこれでも一周目、まだ一周目ですね。まだ一周目だからいけますね。ハグ君が Here comes new challenger になりました。そうですね、乱入、まだ入れますか。うわー、届いた、あんなことがある。届く、これには思わず瀬尾さんもびっくりなんじゃなかろうかと。これはびっくりしますよ。それめくりホバーから、おぉピヨってる、うわここで止まった。ストップ。続いて田村さん、今日は田村さん、田村さんバルログじゃないですか。なんで田村さんなんですか。わかんないですホンダ5本秒いや多分あの落ちてたネームプレート勝手に使っただけですよ。あ、落ちてたネームプレート勝手に使った感じそうですよ、オツです。いろんな名前名乗られてるんでちょっとよくわかんないですよ、この方。初参加扱いになっちゃう。お、これは、あー、でもね、何使ってもうまいで、この方。お、ロスコイで競り勝ってくる。いやー、着地にダブルに入ってしまう。入っちゃいましたね。ナイスなとこでしたね。でも体力的にはまだ全然わからない、ね、そうですね、うん、おっとすごい画面が面白い。もう攻めないといけないこれはすごいっすね。ワンマッチはできないですね。あー、上が出てしまった。最後が刺さってしまいましたね。最後は刺さってしまいました。続いて1周目最後の、はい、さあこれ1周目最後ですか。そうですね、1周目最後の方、ハクさん、ハクさんガイルですね。ハクガイル、あれ色これでいいんですか。ああ最近これ、最近これになったっす。なるほど、コパンがうまい。最近ハクガイルなかなか見てないですからね。レアですから、えらくうまいっす。ベガ戦とかも特にかなりやってるんで。やってるんですか。おっ、ベガ自体も使ってますよね。そうですね、ナイスガサル止める、うまい、中川一で止めて、どうする、当たらず、垂直か、垂直対空、うわ ー惜しい。踏むのか踏まないのかなところでね、匂わしていきますね。上からのコンボがかなり繋いでいきますね。そうですね。しかし空対空には自信が、これきついぞ、固めでいつ動く？あー割り込まれた。うわー激しいガン攻め、怒涛の攻めですね。で、2周目入りますね。あ、2周目、さあ2周目、お茶丸さんの、バルログ、バルログ、おっと爪にサイコが、爪が燃えましたね。ローリング、とりあえず前取っとく。あ、やべ、ちょっとね、どうする、爪が拾えない、爪を拾えない。爪拾おうとしたら、まあ、ベガがそこにいました。そうですね、投げられてしまいました。
に爪を座布団にされそう。しょうがない。ひょうひょう行くが、お、さあこの画面端きついぞ。ああ、ピヨ中断でピヨってしまった。みんな食らっちゃいますよ。この攻め。続いてケロさん。あの中断みんな食らっちゃいますよ。かなり人が増えてきましたね。まあやっぱりさ、まあやっぱエクサーの影響じゃないですかね。そう、あ、そうですね。今日エクサー3の全然野菜ですね。全然野菜ですよ。あ、失礼しました。エントリーしてなくてちょっと忘れてました。あ、忘れてました。はい。あ、そうなんですよ。申し訳ない。あ、ちょうどいい宣伝ですね。そうですね。自然な感じの導入。そう。大会があるんですよ。日曜日でした。ね、3月18日、はい、にエクサー3でしたっけ。3ですね。3ですね。南浦はビッグランセカンド、南浦はビッグランセカンドで、まあ、2on2 の大会があるので、そう、ね、まあ、その影響もあってかかなり今人が多いですね。式も、お、ネロさんが空中投げ、ネロさん空中投げ得意だって噂が出てますからね。いや、かなりあの決めてくるんですよ、この試合で。空中投げを知ってます、知ってます。さあ、この固めをちゃんとしっかりガードしている。ダブル2ハメ出しとく。ダブル2ハメがよくわかんないが、最後スライディング。でも本当に出しとくっすよね。まあまあそうっすね。でも食い込みすぎるとダメなんで。うん、そうなんですけどね。始まってる。ネロさんにも容赦ない。瀬尾さん、これ抜け出すのマジきついんすよ。サマーで切るしかないですから。お、切った。これしかねえ。あー、やるしかねえ。お手玉ポンポンと。しかしお手玉見事サマーで切りましたね。マジからいっすよ。続いて青葉さん。もうああなっちゃうとガイルとしてはしょうがないっすよね。いや、もうどうするんですかね。大パンです。大パンしかないんじゃないですか。大パン大パンってやる。大パンの大パンです。大パンマン。さあ、青葉さんのメインキャラ、メインキャラですね。このバルログの色綺麗ですね。これあれですよね、真央さんと同じカラーですね。真央さんこの色でしたっけ。青ですよ。青か。なんかあの魚のベタみたいな鮮やかさ。そうですね、まあいい色ですよね。いい色です。うわ、あれを止める。うわ、今日中ジャンプ中パンチで止めている。お手玉強いっすな。でお手玉で拾っていく。あれ当たるんすよ。中にすごいめくりが、なんかネタっぽい感じですね。メガネタ、メガネタがまた出ましたね。うまい。ガードさせて投げる。固める、固める。うわ、ピヨってしまった。これは厳しい。続いては、ロードさんです。ロードさん。ロード S サガット。ロード S サガットです。だいぶ東西線とかでも後ろの方いますよね、ロードさんね。そうですね、最近はそうですね。やっぱ S サガだから。しかしこれはなんか今あれですね、完全に裏表で分からない状態、うん、あれ狙って多分飛ばれてますね。そうですね。さあ投げて、いい感じに青パンのペースに持っていくのができましたが、ここからどう立ち回っていくのかがやっぱり命運を分けると思うんですね。まあでも球だし、アッパーカートだし、ああ、ガードしている、ね、下がってタイガーですよね、まずはね。まあそうなんですけどね、近距離戦になるとかなりちょっとごちゃると厳しいですね。そうですね。ガードして、ネアがガードできた。しかしどうする、ラブニを食らってしまう。アッパーが当たる、あるぞ。これは
どうなる？包丁状態。うおお。上体が最後に刺さった。ナイス上体がですね。そうですね。玉枝出すと使えるんですよね。しかし一気に画面端。こっからの固めが厳しい。もう2枚しかない。めくりに刺さってしまった。さあローズ選手どうする？あっと、間に合いそうだったが、ちょっと意識できてなかったですね。多分。続いてうねさんですよ。瀬尾さん勝利でうねさん。うねさんは選ぶのは当然ガイル。メガイル最近著しい成長を見せてますよね。僕この前東西線のバサの動画見て半分より後ろにいたんでびっくりしちゃいました。ああもうそんなにみたいな。完全に越されちゃったなと思ってましたね。ただまだちょっとね、梅さんもこう詰めれてない組み合わせが多いような気がするんですよね。オファーを見事ソニックしたが、うわー飛ばれてしまった。当然アッパーは出したと思うんですよね。中継はアッパーでも落ちなかったり。厳しいですよね、ベガーは。どこ飛んでくるかあんまよくわかんないですから。反応遅れるのは避けたいですしね。裏分からない。さあ寄ってしまった。はいはい、分かんなかったですね。残念。ベガ強いな。そうですね。ベガ使ってみたらどうですか。ベガすか。ベガね、ベガってそんなにダイアグラム上位なキャラじゃないけども、さほど不利な組み合わせもなく、まあそうですね。うわっ。そしてコエモンさんのフェロンですね。2キャラともフェロンですね。そうですね。まずは1ラウンド取っていく。やはりレッグ逆を対応していく。うわ、繋げていく。うわ、繋がってる。入った、5ヒット。うわ。いやー、レッグ、試合の展開難しいですね。難しいっすよ、あれ。試合の展開が早い。続いてエクスパーさん。さあエクスパーリュウ。うわめくりから、めくり下段からですね。あれめくり下段ですね。うわ劣化真剣で、もうあれですね、思い通りって感じの試合が早い。プレイメイクがすごいですね、やっぱり。そうですね。あれ4ヒットなんですね。やっぱ上コンボ強えな。もう削り気ない。最後は飛び。中間に。いや、誰か止める者はいないのか。太郎さん。お次は？あ。あ、お次太郎さんですね。キナコング、キナコングはいないですけどね。キナコングさんは今日来てませんけど、ね、太郎さんですね。キナコングちゃんは連れてくるわけにいかないですか。場内走り回っちゃうんで大変なことになる。大変なことだよ。今回来たのは太郎さんの方ですからね。そうですね。でエクサーでキナコングさんと太郎さんの2オンみたいな。
できるんですか。プレイできるんですか。キナコングちゃんは何使うんですかね。使えるんですか。キャラ選べるんですか。タロさんはバルログだけど、キナコングはなんすか、ね、そうなんすか。想定外と言ってる間に小山さんが1本取ってしまって2本目。さあきついぞ。どうする。体力的にはまだ奪えれば。おっ、うわ見えねえ。2ヒット、あれ見えねえな。小山さん勝利で、ペコさん、さあペコエスケン、はい、本物ですね。本物のエスケンですね。現る。最近なかなかね、いろんなところへ行っても来られない感じ。投げてる。うわ、さあ一気にエスケンの美味しい前に怒涛の攻めでしたね。凄まじいですね。ぶっ放さないんですよね、このエスケンの方あんまり。そうですね、完璧に硬いんですよね。コントロールしてます、ね、疎通力高いですね。波動拳がきつい。どうする、踏んでしまう。きついと言っている。なー、入れられる。おぉ、小山さんは、小山さん何連勝だ。続いてヒデさんですね。ヒデチュンリー投げて、さあエスケンの前だ。ここは逃がしたくない。ダイヤシャを取る。リバーサル刺さる。さあ、おっと、わからない。テンションが出ていた。どうなる、出してみる。から固める。そして飛ばれてる。危ない。どうする、飛ばれたがガードできた。おまだ死んでない。おゼロドットか。危ない危ない。あっと危ない。どうする。あうわ、踏み込んだが中足、やはりしゃがみ中足強い。さあヒデさんも絶妙な間合いの取り方をしているのでかなりしんどいですね。詰めれないですからね。詰めれない、足があるから本当に詰めれない。うわ、うまい。あのスラストはやばい。竜巻を落としていく。スラスト3連発スラストではないけどもスラストっぽい蹴りですね。スラストっぽいキック。チュンリースラスト。チュンリーサマーにあやかって。あやかり。チュンリースラスト。そうですね。いやー、しかし厳しい。結構でも DPS もあるんですよ。そうですね。で、ヒデチュンリー勝利でセロテープさん。さあ、続きまして。また。またセロテープ。またチュンリーザンギっていう。チュンリー戦の大好物なセロテープさんがザンギに入っていく。地獄ですね大好きだって言ってましたけど。大好き、あ、前ですか。あ、でもしかし画面端に追いやっているぞここからが辛い。いや、いや、でもまあこっからなんで。頑張るしかないのでは。 おっと、これはスピバで逃げた。うわ、めくっている。あれは旗から見てもわかんないですね。そうですね本気でわからないめくり。
あでもセロテープさんが何とかしてくれるのでは。そうですね。まあね、あのセロハンテープはあのガードされるとフリーフレームがって言ってましたけど、ね、どっかで聞いてますけどね。おバニシを差し込んでいく。おこれはここしかない。だかここしかないぞ。やばい、もうちょいもうちょい、あいけるか。 あるか、ある。あーテンション溜まってる、戦列で拾われた。あー今お互いにお互いにお互い面白い、お互いに後半下ったがヒデチュンに勝利。さあ、さあ続いてアニガエルさんですね。アニガエルですね。先ほどもチュンリー戦はやっていたのでかなり、うわストリック間に合った。しかし、TBS リフトがなんか間に合わないんですよね、これ。いや、リフト潰す時もありますよね、あの中盤でジャンプ中盤、リフト潰してますよ、多分あれ。あー、やっぱ潰してるんすね、あれあれ、完全 TBS ですよ。なるほど。サバーも潰してますからね、たまに。サバー潰れるんすか。サバー潰れますよ、あれ。マジっすか。ジャンプ中盤 TBS TBS ですよ。ガエル何もできないんでしょ。いやいやいや、頑張ります。まだ頑張ります。まあそうなんですよ。そう一応頑張りはするんですけど。きついな、これ。行くしかない。うまい。あるぞ。戦列入ってる。大、しゃがみ大キックの2発目に。ガードしててもきついな、あれは。やっぱり。でもやっぱりソニック球の打ち合いですよね、これも。そうですね。うまい。はい、いやいや、打ち合いにはならないですよ。チュンリーだってそこまで打てないですもん。ガエルと打ち合えるほど。チュンリーはこれ打ってるんですけど、はい、打ち合ってるふりしてるだけですよ。ふりしてるだけです。ふりなんですか。ふりですよ。うわきついな。ここなんですよ、これこれ。結局これなんです。これなんす。畳んで畳んでみたいな。お、山本さんすごい、チュンリーに対するヘイトが。あれ、2キャラ目もチュンリーだ。ニューじゃないんですね。さあ、山本選手、チュンリー同キャラ戦はあんまりどうなんすかね、俺は見たことないんで、やってるかどうかは分かんないですけど。おお、うわ、当たる。いやー、お、スピニング。あーずっちいな。やはりこの当て投げ、空中戦はなんとか、おっ、ここから持っていけるか。逆列客でやり直しになっちゃうんだ。三角飛びスピニングやっていく。おっと、危な、食らってねえ。どうする、山本さんあるのか。あー危ない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 。あー、いいっすよ。さあ、ファイナルラウンド。やべ、痛い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 。いいよ、スピニングが。スピニングの出し所を心得てますね、やっぱり。三角飛びで逃げるが、あー逃がされねえ、逃げられない、これは逃げられねえ。チュンリーばっかりだ。チュンリーばっかりだ、最低だ。
いや、2キャラともチュンリーだったんですよ、そういえば。そうですね。いや、僕メインキャラチュンリーですよ。え？え？だからこの前はゴーキーって言ってたのに。ああ、それはあの、あれですよ、やむを得ずチュンリーにしてるだけで。あ、紳士的な対応を。そうそう皆さん冷たい目で見られる。え？皆さん冷たい目で見られちゃうんでチュンリーをメインキャラしてます。まあ、ストツ界で生きていくには知らぬ道ですよね。そうですね、うん、拳を極めたものをそうですね使うにはちょっとかなり温度差があります、ね、そうですうわうわ何もできない、何もさせてもらえない、波動打ちたいが打たせてもらえない、おゲージを貯めるしかないですね。さあおっと大昇竜中ボス、おお寄った竜巻フィニッシュ、竜巻ナイスです、あるあるんじゃないか、竜寿選手あるのか、うん、先に溜めていく感じか、え、あれ当たるの当たりますね、すげえなんか悪空間アタックでしたね長いんですよ、わ大昇竜、大昇竜出た、あ大昇竜、さて戦列で拾って、やべ一発しか拾ってない、さあきついぞ、どうする、飛んでくが、あーうわガードしてしまう、続いてはおあるんじゃないか、強キャラ使いが来た、さああるんじゃないかこれは、ここで現れるのはダルシム、スーダルシム、そうですね、あカシムさん雨に濡れたくなかったということですね感染モードみたいですね、この日にバイクはやばいっすからね、まあまあそうっすね、死んでしまう、意外と寒いですよね本当に、おお、このカラーは伝説のダルシム使いのカラーですね、バイナー、やはり上を取られると、今2周目ですね、やはり上を取られるとこうなってしまう、まだファイナルじゃないですね、まだファイナルじゃないです、ファイナルじゃないって英語でどうやって言うんですか、ノントファイナル、ドントファイナル、ドントファイナル、あなた私より英語習ってるはずなんで、いやいや大丈夫です、いやいや俺英語全然勉強してないですよ、いや俺より記憶が新しいはずですやはりやはりこれヒデが止まんないな、天候さん、なんかなくなるの早くないですかクレジット、タツトシさんに勝ったから、はい、さあ続いて破天荒さん、リュウ、え、てかリュウチュンリーってどういう試合なんですかこれ、あ、ゴブだっていう、あ、ゴブ、うん、ゴブなんすねこれ、結局ほら、あのさっきも言ったけど、あのあれなんですよ、弾の打ち合いだとチュンリーは負けるんですよ結局、はい、だから打ってるふりして打ってるにして適当なところで飛んで仕掛けると、おいおいおいみたいな、そうそうそういうやつ、はいはいはい、そういうやつ、たたみかける感じで、そうです、理由としてはそうさせないために波動昇竜でもバンバン離していく、なるほど、そういう、さて破天荒さんが一本取っていますが、やはり破天荒さんチュンリー戦だいぶ得意な気がするんですけどね、確かにヒデさんに一本取るのはなかなかですさあ波動拳を当てていって、ここからあるのか、おっつ、あー飛んでしまった、逃げようとしたんじゃないですかね、そうですね、間に合わない、はい、まさかの決勝はこのままいくとチュンリーチュンリーになってしまうのでは、お熱いですね、熱いんですか、いや寒いんじゃないですかね
まあ、中日中日意外と同キャラも楽しめる、まあそうっすね、感じなんすけど、うわ、ダイヤシ投げて、うわ、刺さる、じゃあ、あるのか、曲げていく、あっつっつー、前列食らってしまった、しかし天章が入らない、なんとか、ガードして、あるぞ、昇竜が押します、やばら生きてる、あー、真空、真空かー、圧に負けてしまった感じですね。勝利出さずにいられなかった。お、続いて青沢さん、青沢さんも中日戦大好きって言ってましたからね。そうなんですか。え、あ、今日青沢さん誕生日、あ、青沢さんのお誕生日です、ハッピーバースデー、おめでとうございます。青沢さんお誕生日ということでね、これは優勝を飾っていただきたい。そうですね、誕生日プレゼントに優勝トロフィーを、そうですね、ぜひ勝ち取っていただきたい。まあまあまだ可能性ありますから。お、いったか、なぜ今スクリュー、俺はバラバラ回すぞっていう、ピオ出した、おしゃれ、おお、いけるのか、誕生日スクリューいけか。誕生日スクリュー、いや、バースデースクリュー、誕生日ファイナルがあるんじゃないですか、もしかして誕生日ファイナルとビッグバスター見たいですね、ぜひ見たい、バースデーファイナルアトミックバスターあると思います。あると思います。ないんすか。何言ってんすか。わからない。ああでもこれはさすがに。しかしそう言ってる間に距離を取られて。あ、これは美味しい距離。スクリュー行った。しかし離れてしまった。まあいいでしょう。いいんですか。だいぶ厳しいですよ離れると。この体力を削れるか。厳しい。せっかく体力。8割使って近づいたのに、チャイニーズサマーソードが、そうですね、チャイナサマーチャイナサマーが刺さった、やべやべ、いやー離れちゃったな、うお、あれもかわせるんですね、ダブラリで、ダブラリをうまいこと当ててダウンさせるとかしかないのかなと思うんですね。あとダイヤシー払いとか溶かすしか、一旦こかして近づくしかないなっていうところですが、それを上回るチュンリーの機動力、さあうわ足がもうない、もう体力がない。着地にクラゲ、誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。キデチュンリー勝利で、お次は友田さん、友田さん出番です。チュンリーデーですね。皆さんまたチュンリーかと言っても中華のお店です。今日チュンリー使いが多いんじゃないですかね。でも言っても、あ、3人。3人。1、2、3。3人ですね。いやいや、俺忘れてます。俺出て4人です。あ、4人か。山本チュンリー使いです。そうです、何言ってんすか。ちょっと豪気のイメージしかない。そうですよね、ありがとうございます。豪気使いです。おー、あー、ピヨッター、ドドスコーイットメアが入る。さあ、幸先がいい。そうですね。しかしチュンリー戦はやっぱりパレスラさんと結構日々やってますからね、かなり。そうですね、さあこの攻めは投げられて、しかし友田さんもだいぶきついと思いますよ。あ、出してしまった。これは投げる、死んだ、なんで死んだ。はい、さあさあ、お辞儀もチュンリー、隙を生じる二段構えですね、これは。そうですね、チュンリーばかり、チュンリーばっかで、あマジか、すごい、ヒデさんの次はクサさんですよ。そうですね、まだいますからね、チュンリーの場合。あ、そうですね。そっか、瀬尾さんがいるんだ。そうですね。すげえな、今日は
で豪華な中日使いばっかりです、豪華な、もう集めましたみたいな、そうですね、そうアニバーサリーチュンリーアニバーサリーチュンリーばかりの四季の細道チュンリーだらけの運動会、大運動会、大運動会ですね、もうドッカンバッタン大騒ぎですからねポロリもあるよあるんですか、ポロリはどうかな、まあ期待してればあるんじゃないかな、20年待ってる20年待ってるんじゃないかな、20年待ってる、出ないっすね30年待てばあるんじゃないかな投げられてしまう、50周年アニバーサリーで出るんじゃないですか、出るかな、30周年はまだ出ないんじゃないですか、はい、草チュンリーさん勝利で、続いて田村さん、今日は田村さん、さあその辺のネームプレートに拾ってエントリーを勝ち取った田村キャミー、まあまあダルシムとかキャミーとかいろいろ使いますが、キャミー結構やっぱ有名ですよね、この方、そうですね、キャノンスパイク透かしてる、ノーガード、まさかのノーガード、やはり間合いを完璧に把握しているレベルになってくると、ね、ああいう風にだいぶゆとりのある動きを持てますからね、しかし3ヒットっすよ、あれが、まあまあそんなもんっすよジャンプ飛び込み中足中足、いや飛び込みからのコンボって本当に強いな、中飛び込み、おおこの距離は熱いぞ、透かしてる、冒険ノーガード見えているのか、何が見えてるんだ、ピヨっちゃったー、しかしピヨってしまう、おーいるな、おっと死に切らないの意識して最後冒険にしたのかな、おーあーそうっすか、さあお次はハク、ハクさん勝利で、ハクさん、ハク選手の2キャラ目は何かな、続いてキャミー、そうですね、こちらも隙を生じる2段ぐらいですね、うん、そうですね、ただキャミーなんでね、いやいやキャミーなんでありますよきっと、いやいや信じてれば、キャラ性能はあんまり期待しない方がいいキャラですよね、パイロット性能ですかほとんど、すげえ、うわガードさしての歩き投げ減った、投げるのは中国拳法なんですか、わかりません拳法の達人ではないのでわかりません、僕も投げって中国の拳法なんですかね、うわあっと投げピヨ、最終奥義だよな本当にこれ、お止めた、止めたが、止めたがどうする、お互い中足勝負ですからね、こっからノーミスでいけば、あーうわーって引っかかってしまう、抜けなかったなあれ、草チュンリー勝利で、瀬尾さん、なるほど、はい、ツピが草さん、あ失礼しました、瀬尾さんのチューニーですね、やっぱチューニーばっかりですね今日、素晴らしいですね、素晴らしいんですか、素晴らしいです素晴らしいと思いますすごい白いチューニーいいですね、そうですね、ターボのカラーですね、ターボカラー、やっぱりでもやっぱチュンリーチュンリーって、うわ戦列ですね、やっぱ戦列ですね投げか戦列なんです、最後は中段、さあチュンリーここで敗れる、止めましたね、お茶丸選手、3周目ですよ、3周目、いや今日すごいね、チュンリーばっかりだね、本当ですよ
あの本当ですよが超怒りにまみれててやばい。いやいやそんなことないですよ全然。いやしょうがない。もう関東はねもともとチューティーがねかなり豊富だから。なるほど。そう。まあとても花があっていいんじゃないですか、ね。すごい。僕はいいと思います。超模様に。さあこれはスピバの着地には何も入れ込まず。入るんですか？あのスピニングバードは空中でターンヒットの戦力が入ります。うわ今の。今の暴れはうまいですね、セオチュンリー。ギリギリまで引き抜くことによって戦列がちゃんとヒットするというパターンですね。なるほど。さっきの画面端の百列を壊して止める連携、多分、はい、中百列以上で暴れてた可能性が高いと思うんですけれども、はい、チュンリーの中百列は6フレーム発生なの で壊しが4フレーム発生、まあ割れますねっていう。へえ。で、百列の発生が上から来るので、はい、あの下段は無防備になるんですよね。だから壊して割れるっていう感じ。はあ。じゃあ結構ブンブン振った方がいいんですか？いやまあちゃんと無敵のある部分をっていうことが大事ですね。あ、さあ今度は使ったがその後のフォローはバッチリ。立て直しが早い。サタンやりたい。まあまあ確かに。それはあかんやつですね。さあ中2中2は必ずゲージ見ましょう。じゃないとまずいっす。次はネロガエル。さあネロさん、さあネロさんがすっごいマジかって顔して座っていたが一矢報えるか。まあでももともと中2使いですからね、ネロさん。そうですね、まあどこまでやれるか。さあゲージをお互い持ってしまったこの2ドットが、さあアルティカードがうまくて寄ってくる。うまい、誘ってからのゲン、そして打ち身がない、つらい、やばい、百列、危ない。あ、今のは壊し戦列見せりましたね、多分。まあでも、あれですね、やべえ、圧力やべえ、ワンチャンスありましたね、でも、あそこから3段入れば、そうですね、まあ、でもね、まあ入ってもっていう、入ってもってところはありますけど、うわ、うまい、今のはなかなか。おボタンがスペシャルか。さあこれはうまい。さあネロさんがうまくやれてはいるのか。いや、いい具合、ね、かなりいい具合です。さあこっから、さあこっから強さのジジが溜まった。さあどういくゲン、これはチューチュー。ああ、あれですね、危ない危ない危ない。今のはあれなんですよ、サマーのガードした後にドミッチクだと中パン中パン金中パン金中パンゲインが入って、でその後もアントミに行けるっていう最悪な状態になるので。うわー、今のは悔しいやつ。いやー悔しいっすね。AOB AOB AOB だ。本当だ。どこで止まるかなっていう。さあチュンリーの天敵といったらやはりこのキャラバルログですね。スペイン忍者ですね。忍者なの？これスペイン忍者っていう設定らしいですよ。そうなんだ。はひねくんよく知ってるね。はって感じですけど。何そうね。どこさあこの2キャラ映画でもやり合っている。しかしチュンリーがその時には勝っている。戦いね。そうですね、18金。懐かしいですね。懐かしい。あ、うねくんも見た？僕も小学生の頃ですね。まだだいぶちっちゃい頃に、はい、はいはい、兄貴がこのゲームやってたんですよ。なるほど。そう。さあ、壊しから、さあ、これはティッシュで割る。割ってる。アントリーからどうする。さあ、まだあエラー、待って、これは遅れたか、わからないですね。さあ、吐かせた、投げる、減らね。さあ、これでバルログかなり有利だが、どうするんだ。タイムも、わあ、今あ気候圏の出際、出際、出際、気候圏の出際似てる。ああ運がいい、よだれ垂らしている。さあ、壊しは、壊しじゃないや、コパンはね、ちょっとね、はい、難しいんですよね、バルログに対して。僕もいろいろ検証してるんですけども。さあ、延滞パン対空がうまい。 うまいな、ちゃんと、あー、空対空とね。あ、うまい、これは中段、これがセオチュンリー。あれ落とせ、ああやって落とすんですね。やは
り地上でうまく落とすパターンと空対空で落とすパターンとどっちもあるんですけれども、はい、まあ、それをうまくやっていかないとやはりバルログ戦は厳しいんですが、これはしゃがみ大パン確定。ハイクロー、ザガーデンが刺さって投げて、ここからっすね。どれだけ爪を、あー、早出し転生はあれは光ります。あの場合はさあ振り向き飛行点だか、青葉さんにとってはそれどうしたのっていう感じだが、さあこれは潰した矢口真理なのか、どっち、あーわー、空中 TBS 止まったさあこっからファイナリスト、ファイナリスト発表します。はい、ダカ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 ダン、あ、僕8です。8だったらですよ。あれ9ですか、あれデイヒーさんはデイヒー9、デイヒー8だったと思う、確か自称8、確か8 俺友田さんに負けた時上の数字9だったんで、だから8ですね多分。俺ペコさんからだったんで、ここは10って言っときましょう。うん、合ってますね。僕8ですね。あのペコさんから青さえさんまでなんで。お、さあ複雑な。セオベガと。さあファイナリストですが。セオベガーとヒデチューンで何先、一先の勝負と、これで、セミファイナリストを選出といった形ですね。さあ泣いても笑ってもこれが最後。はい、セミファイナルですね。セミファイナル、瀬尾さんとヒデチュンリーさんの、ね、いや、瀬尾さんはベガですよね。あ、ベガか。瀬尾ベガ対ヒデチュンリーで一先勝負、セミファイナル一先ですからね。勝った方が暫定王者草チュンリーと決勝ですね。決勝、いやー、おオーラパンチねじ込んでいく、うますぎ、うますぎと。さてさあ仕切り直しで、ベガ相当厳しいはずなんですけどね。ベガは厳しいですねこれ。おっつっつ、戦列を見ていたバックジャンプで受ける、あ、お手玉が、お手玉で拾う、ナイトメアまでいった、拾いましたね。すごいですね。はい、ここから3発拾ってナイトメア。ちゃんとしっかり決めるところは決める。で、ダブル2は止まって。あー、拾ってる。った。はいはいはい。あ、ここからガードして投げて、あるのか、あるのか、止まった。減った。うわー。百列突っ込んだら減った。減るなぁ。やっぱ。突っ込んじゃダメなんですね。突っ込んじゃダメなんですね。さあファイナルラウンド、熱いぞ。さあどっちだ。さあチュンリーの美味しい前ではありますが、飛んでいく、おっと、標高が高い、デビリーバス画面から消えました。おっと、騙されないぞと。めくって、めくって、ヘッドプレス、すげえ軌道だ。通ってしまった、誰も止められないよ。引っかかったよ。戦列かすって投げ、投げて、投げ、ゲタがむしゃら投げ。ゴリッゴリですね。あれがチュンリーの怖いところですね。あれがチュンリーか。半分なくなりますからね、あれね。超ゴリゴリでしたね。はい、面白いくらい。草さんとじゃんけんしてもらってですね、草選手、
チュンリーチュンリーの三先草チュンリー対ヒデチュンリー三先ですね。おお、これチュンリー有利ですからね。え、チュンリー有利なんですか。圧倒的ですよ。本当に。いや圧倒的ですよ。ほんま7-3はつきますよ。 7-3? チュンリー有利。え、マジですか。いやいや、チュンリー有利ですから。俺もチュンリー有利だと思ったんですけど、やっぱり、うん、チュンリー有利なんですね。あ、そうなんだ。つながってはないか。あーっと戦列しっかり固めていきましたね。そうですね。戦列のコマンドもっと難しくしたらどうですかね。いや、十分難しいですよ。ダブルサマーのコマンドにしたらどうですか。いやいやいや、十分難しいからいいですよ。そうそう、持続がまずいんですよ。持続がコマンドよりも持続がまずい。永久持続、それの方が、ま、確かにやばい。波動拳ですら消えるのに。うわ、空中戦だ。乱戦ですね。うえ、なー、空中投げ、草チュンリーが空中投げ、百裂の打ち合いだ。オラ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 。あー、おっと投げられる。一本目はさあ、一本目は草チュンリー。わ、コール&レスポンスを求めている。あと二人、チュンリーばかり。あと二人。草さんがまず一本取りましたね。あと、あと二ヒデ。一ヒデ倒したと。とりあえず一ヒデ倒したと。しかしピヨってしまう。間に合うか。間に合った。すごい殴り合いだ、殴り合いだ。うわ、落としてなあ、中田投げ決まりましたね。屈伸してましたね、今ね。すげえすげえ。これ止めた方が負けるんですよ、あれ。え、あ、止めた方が負けるんですか。そう、止めた方が削られる。ファイナルラウンド。うわ、おお、しっかり弾き飛ばした。投げて転職客。転職ちゃんと持ってますね、二人ね。持ってますね。ちゃんと貯めてるんですよね。偉いっすね。おっ、落とす。やはり転職客。さあ、どうなる。戦列出し合い、2連勝。さあ、草チュンリー2連勝。リーチが戦列、今見てからだったっぽいですね。あれ見てからっぽいですね、うん、時が止まりましたね。そうですね、一瞬お互いに時が止まりました。なるほど。さあ、あと一ヒデだが、ヒデ選手、ここから巻き返しあるのか。うーう、ヒデ山本。ノー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 。ヒデ山本のだいぶ前のコメ、だいぶ前。ヒデチュンリー、ヒデチュンリー、草チュンリーとヒデチュンリー。草チュンリー&ヒデチュンリー。うわっ、いやー、落とす。おっと、後ろから転生。うわー、転生打っていく。スカスカ歩いていく。しかし、先リーチをかけてるのは草チュンリー。落として引きずって投げる。すごいですね。お、戦列客テンション拾って3ヒット安いか。しかし十分でしょう。ここまで来ればもう。しかし草チュンリーも戦列を持っている。あるのか、スプリングバードキック。うおー、
ったヒデチュンリーが貯めた。3本目を取った。これでヒデ選手あと2草口が回らない。あと2草噛みそうになる。草さんがあと1ヒデでヒデさんがあと2草ですね。全然喋れなくなりそうな一つ早口コード早口対決みたいな。あとガードで、ほら一応ガードできるんですね。いやガードできるんですけど先にやめた方がガードさせられるんですよ。なるほど、やめ時は分からないですよ。いやいや、やめ時は永遠にやってないんじゃないですかね指がつるまで一生できる体力リードしてれば勝ち。ああなるほど。うお戦列使ったよ。おっと天守閣一気に形勢逆転か。おっと投げに行こうとしたが止められて拒められましたね。止められましたね。あー戦列ねじ込んだが百列削りきれなかった。百列の方が早かったか。あれ秀順理も百列だったらよかったんじゃないですかね。戦列の後どうなんすかね。うわやばい。これはうわ落としたからのリュウと同じことやっちゃったと草で選手がジャンプチューパンですね。ジャンプチューパンあーやばい。これはあるのか気づいて投げ優勝は草チュンリー。草チュンリーおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。草さんね、草さんあれなんですよ、念願のチュンリー初優勝なんですよ実は。えそうなんすか。まさかのまさかのおめでたいおめでとうございます。ちょっと一言一言もらっていいですか。あ、ねね、念願のチュンリーでの優勝ができましたので、はい、おめでとうございます。あんたが大将だ。まああれですかね、暫定王者に勝ったんでちょっと俺も王者でいいですかすごいよかったよかった。まあ次回は S ホンダで優勝を目指して頑張ります。おー S ホンダで優勝頑張ります。おめでとうございます。頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、というわけで今日はね、今日はこの辺で草チュンリーが、3勝ということで。そうですね、王者ヒデチュンリーをね下したということで。いやーまあ楽しいひとときもこれで終わっちゃいましたね。あっという間。あとはもうあれですね、あの日曜日の大会に向けて皆さん調整していただいて。忘れてました。そうですね、エクサがありますので、エクサ3 2-1 の、ね、そこでも大会あります。ぜひ皆さんに猛威を振るっていただいて。そうですね、頑張っていきたい頑張っていきたい。あ、はいはいはい。あ、そうですね、時間なんで、そうですね、これで一応今日、配信台終了となりますので。はいはい、皆さんどうもありがとうございました。はい、ボスです。お疲れ様でした。ということで、23時この今の対戦終了後、配信は終了したいと思いますのでよろしくお願いいたします。あさってですね、あさってエクサ3、多分ツイッチで配信あると思いますのでそちらもよろしくお願いいたします。それと来週もまた金曜日また同じ時間でこちら配信いたしますのでそちらもよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。お疲れ様でした。